こんにちは、インストラクター山田です。本日はベリンボロを紹介します。ちょっと体の硬い人向け、めちゃめちゃ硬い人向けのベリンボロですね。ちょっと硬ければ普通のベリンボロでいいんですけど、私みたいにこれぐらいですね、めちゃめちゃ硬い人が、やりやすいベリンボロを紹介します。まず通常のテラヒーバックですね。で、右手はパンツ、ベルト、腰あたり持てる場所を持ちに行きます。はい、持ったら次、ここで右足は相手のここに乗せますね。乗せたら左手ついちゃっていいです。そのまんま相手の上に乗っていきます。この時、この場所を相手の腰にガッとですね、耐えてやっておいてください。そのまま私は右方向にゴロンと転がっていきます。ちょっと相手をこのようにして、ひっくり返すことができることができます。はい、ここまでいった後はベルト持ってエビしながらお尻ずらして、はい、バックテイクをしていきますね。通常のベリンボロと違って頭をこう中に入れて体を丸まることが大事ですね。これ私くらい硬いとちょっとこの体勢が窮屈になって、足のフックとか膝のフックが、弱まってしまうのを感じてしまいます。この頭を中に入れなければフックを強いまんまですね、相手を、スタッキングパスかけるようなプレッシャーでお尻を浮かせることができます。もう一度いきますね。持ちます。はい、持ったら左手ついてここをタイトにしていきますね。これが緩いと相手膝開いたりしてこう逃げてきちゃいます。はい、ここまでいっちゃえば膝開けないですね。でそのまんまこの落差を利用しましょうか。右手を持ったまんまで OK。 ゴロンって転がるとこう、相手を下っけんパスかけているような感じで巡ることができます。大事なのは下っけんパスに混ぜますよね。こうさせる、こうさせて相手の腰の動きを殺すというのが大事です。そのためにに、右膝は相手のここ付け根当ててます。左手足の膝裏は相手の膝裏に噛み合わせてます。で両方向からこういうですねプレッシャーをかけていく。そうすると相手がぐるんとですねこう浮いてくれます。そこもちょっと見ておいてください。ここからですね、持ちます。はい、この部分見ておいてくださいね。ここで左足は下方向、右膝がグイッとですね上に上げていく。こうすることによって相手に強烈なスタッキングパスのプレッシャーがかかってくれます。はい、かかったら相手の腰を逃がさないよう左手を持って、はい、そしてお尻をずらしていきます。まあ、ここでツイスターフックとかかけられれば、かけるとよりですね相手を逃がさずにバックまで行くことができますね。はい、相手がうるさいんですか。すごい強くて今みたいに重かったりしてスタッキングの状態にならないこともありますね。ならないバージョン、はい、こういった機能もこれくらい、はいはいはい、ありますね、ありますね。まあ、この時は例によって乗り込んじゃえば、はい、もう大丈夫ですね。こんな難しくないことです。あるいはこれももう相手は本当に特にここで何もなければそのまんまこれいけちゃうかもしれないですね。その嫌な体験に対してまた相手がいく、はい、その切り替えの時の判断はもう一瞬ですか。そのちょっとでもいかなかったらもう乗り込んじゃうとか。乗り込んじゃいますね。ちょっとでもいかなかったら教えてめくるようにトライしなくていいってことですか。あ、トライはします。めくるようにトライはして、めくれなかったらビヨンって感じですね。なるほど。そこのなんかちょっとタイミングちょっと間違えたら、はい、大変そうですね。どう大変そう。いや、なんか大変なことになりそうですね。こう行って、はい、上げようとして上がらないと、はい、で相手も多分何かしだすじゃないですか、はい、で今更もう盛り上げられなくなっちゃうみたいな。あ、で全てを失うみたいな、はい、なんで結構タイミング重要ですよね。その切り替えの切り替えはここでめぐれなかった時、はい、こっからさっき言った乗り込み式に変えるのか、もう一回めくりにトライするかの判断。はい、いけなかったと感じたらちゃいます。あ、なるほど。はい、じゃあトライして最初はそれ行こうとして、はい、行かないと思った瞬間にもう行くということですね。はい。水蔵さんそしたら。水蔵さんのベリンボロ見てみたい。これと、はい、ゾーンです。これは手ついちゃっていいですか。
クロスサイドベースポジション。なるほど、はい、このまま右足を、なんかシュットアップスイープいくような感じで、はい、本当に可能であれば可能であれば右足はここに足の裏そう乗せると膝がここに、うーん、そうです。でここ閉じたまんまここから回転して、そう、ここ結構ポイントっていうのは難しいんですけども、うん、緩んじゃってますね。そうそうそうです。この一回ちょっといいですか、これなんですよ。なるほど、挟んで、はい、右足ピックをしながら、はい、右足はこっち方向にこんな感じ、こんな感じ、上下です。バインドがめちゃくちゃ痛いです。これは水尾さんのバインドが痛いです。あ、そうっすね。あ、で、この足は上ですね、はい、乗せると結構バインド難しい。このすねがこんな感じです。ここで足の裏離したと思います。おー、膝がこのコントロールがこれ来てます。大事です、ここまで行ってないと。いいし、もっと突っ込んじゃっていいです。ここです。で、こういう感じ。こういう感じ。そう、膝をこう天井に向けてくる感じです。そうそうそうです。はい、なるほど。で、パンツも本来持ってますね、はい、その状態でグッて上げて左手の腰を掴んで、で、ここの、そうそうそうです、はい、完全に膝でもう相手の腰をくさっていくって感じです。すごいですね、持ってかれるよ、やっぱり。リギーかけてみてください。新しいかけて乗るときもただ押して乗っかるだけでいい。この足を乗せて、そうそうそうです。で、この肩からサイドロールで、ナイスナイスナイス。で、ここで足が大事です。こうとこう、おー、そう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 。で、パンツ持って、で、エビしながらをずらしてずらして、左足でエビしよう、左足でエビした方がいいですね。右足は相手の足にかけておきます。あー、なるほど、シェイクですね。あ、すごい力使わずに乗れる感じが。ちょっと乗り込むバージョンですか、私が粘るので。そう、めくられないようにしたら、おぉ、見えると、はい、スムーズですね、はい、そろそろ見えますか。これ、だから、デラヒマフックである必要もないんですよね、この辺に足があれば。そうですね。この辺に足があって、はい、そこで、そうですね。おぉ、おぉ、すごい。いや、そういうことですけど、ちょっと回しすぎちゃったパターンですよ、今の。スピードがすごかったです。もうちょっとコントロールしてもらってください。そして、手です。盛り込んで、ゆっくり、どうぞ。右肩から。はい。はい、あ、いいですね、いいですね。はい。右肩ですね。右足で、あ、うまいです。バッチリです、完璧です。はい、締めちゃっていいですか。はい、体硬い人でもできるようになっていますので、よかったらやってみてください。ありがとうございます。